そがあ、でも聞くか、聞くけど、でも初めてかもしれない。おかゆちゃん、どっちたの、どっちたの、今どこで詰まってるの、どっちたの、どっちたの、くそがあんな叫んでるとこ初めて見たって言ってた。確かにコロさんの前ではあんまり叫ばないかもしれない。叫ぶことがないからね。コロさんといる時ってね、あれじゃん、癒し空間じゃん。そんなね、もうこんなクソーとか言うことないよね。おね、クソがー